それがこのドットハックバーサス、劇場版さながらのビジュアルをゲームで再現、 3D での立体視にも対応。この人強すぎる。俺はここにいる。覚悟はできたか。さあ乗り越えてみせてくれ。終わりだ。俺を超えていく。本気出すよ。いただき。人と話したりとかそういうの好きじゃないんだ。架空のオンラインで進行するストーリーモードではランキングを駆け上がることで新たな発見も。全国のユーザーとオンライン対戦も可能。ジャックポットといったところかしら。あなたのために残した13番目の機密ファイル。そして映画とゲームの間で巻き起こる事件を綴るゲームオリジナルアニメーションタナトスレポートを同時収録。立体視で再現される映画とゲームの融合。今ここに映画とゲーム2つの世界が一つになる。ドットハック世界の向こうにプラスバーサスハイブリッドパック6月28日発売予定。